語学の勉強は必要ない。はい、トゥルマンチャンネル始めていきたいと思います。1月21日土曜日。はい、というわけで、1月もね、第3週が終わりましたので、先にね、結果発表していきたいと思います。前年2022年対比 105%、 前年2022年対比 105% でした。2021年対比 158.2%、 2021年対比 158.2%、 コロナ以前の2019年対比 76.3%、 2019年対比 76.3% となりました。ということでね、去年はね、まだ1月はお弁当やってましたので、まあ、そういうのも含めてという話です。で、21年は、実質1月で、コロナは初めてのね月だったので、まあ思いっきり食らってましたよという感じですよね。はい。で、まあね、一番見なくちゃいけないのは、まあね、コロナ以前の2019年対比ですね。これは 76.3% なんで、もうね、25% ぐらいね食らってますよという、数字が出ましたという感じですね。はい。まあ今週もね、もう本当に暇な日がね多くてですね、今日もですね、まあ土曜日だったんでね、でご予約いただいてたんで、いけるかなと思ったんですけれども、本当にね、ご予約のね常連さんの団体さん、で終了みたいな感じだったので、ちょっと参ったなと思いながらですね、まあ 暇やったんですけれどもね、まあそんな中ね、ラストね、もう暇すぎたんでね、もう早めに閉めようかなと思ってたら、お一人ね、お一人様、一元のねお客様がご来店くださって、でなんか言葉が通じてないかなと思ってたら、韓国のね、韓国から、ご来店のね、旅行で来られているお客様でしたと。でね、その方がね、使ってた、翻訳ねアプリ、パパゴっていうんですけども、こちらがねめちゃめちゃすごくて、もう今までね、あの Google 翻訳とか使ってたね、己をね恥じるというぐらいのね、なんかもうクオリティで、パッパッパッパとね、もう会話がね、もうなんかスムーズにねできるぐらいの、翻訳で、しかもニュアンスっていうかね、結構普通になんかパーッと喋ってるだけでも、結構上手に、翻訳してくれるアプリで、こんなにすげえんだと思ってね、早速、教えていただいてですね、インストールしましたと。それでね、まあお話ししてたら、まあ韓国からね、カンプフェリーに乗ってね、日本へ、まあ下関へ旅行にね、やって来られた、ね、もう能年レナちゃんにのね、ハイパーデラベッピンさんのね、韓国美女のソンジュさんがね、ご来店くださいました。はい。ね、一緒にね写真も撮っていただきましたけれども、ね、本人曰くね、もうすっぴんなんでね、マスクつけてねじゃないと、ね、写真は NG ですよってねおっしゃってましたので、すっぴんでねこのクオリティはねすごすぎると思ってね、めちゃめちゃね、お肌が綺麗でね、うちの従業員さんがね何使ってるんですかってね質問、されてましたけれどもね、すごかったですね。でね、ソンジュさんが、まあ、ご来店ね、くださった経緯っていうのが、以前ね、もう多分コロナ以前だと思いますけれども、うちにね、トリマンにご来店くださった、韓国のね、お客様が、その方がブログでね、うちを取り上げてくれてたみたいで、まあ、それをね、ソンジュさんが見て、うちにね、ご来店くださったということでね、すげえと思ってね、韓国までその SNS のね、まあ SNS とブログのね、その広告というかね、宣伝していただいてね、それでちゃんと、日本にね、ご来店くださった方がいらっしゃるっていうのをね、ちょっとね、ビビりましてね、ちょっと感動しましたね。はい。で、まあね、パパゴをね、使ってね、こう、めっちゃね、テンポよくね、
会話をねさせていただいてたんですけれども、まあ、そんな中でもね、まあ、よく外国人の、ね、方がご来店された時にね、まあ、冗談でね聞くんですけれども、韓国でね一番ね、綺麗な方誰ですかっていうねお話をしてみたんですけれども、ですねハンガインさんっていうね方がいらっしゃって、でもう一人がキムテヒさんでね、キムテヒさんはね昔あ可愛いと思ってたね時期がありましたけれども、ねその三大韓国でね三大泥棒っていうねと言われているのがハンガインさんとキムテヒさんの旦那さんですよね。はい、ヨンジョフンさんと、レインって書いてピさんって読むんですね。ピさんが、三大泥棒の一つとしてね語られていると。で残りは何かと言いますと3つ目が、カンジャンケジャン、ワタリガニの醤油漬けらしくて、まあ、その美味しさから、ご飯泥棒と言われ、三大泥棒の一つとして語られて、いるというね、まあ、ちょっとなんか、ウィットに富んだねお話ですけれども、まあ、こういうね細かいニュアンスとかも伝わるぐらい翻訳がね、普通にこうポン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 とねできてたんでめっちゃ楽しかったですよね。でもうああこれあったらもう全然海外旅行でもう無敵やんと思ってですね、うわもう海外旅行行きたいわーと思ってね久しぶりにね海外旅行にねめちゃめちゃ行きたいねこのモチベーションがうわーってなりましたね。はい、というわけでねもうめちゃめちゃね素敵なというかねもう本当にチート級のね、翻訳アプリをね教えてくださったね孫樹さんにね本当にねスペシャルサンクスですという感じですね。はい、まあ本当にね従業員さん帰られた後でもね2時間近くね2人でこう会話がね成立するぐらい盛り上がるぐらいね、全然行けたので、うわこれ今度ねインバウンドのねお客様とか、まあ、海外旅行もそうですけれども、そういうねうちにねご来店くださったお客様の対応っていうのもこれいけるなと思ってねもう本当ニュアンスもね伝わってたんでねうわこれはいいのを教えてもらったなと思ってね、めちゃめちゃカルチャーショックというかね。あともう一個、びっくりしたのが、孫樹さんが使ってたねスマホがこう折りたたみ式のね液晶のこの折りたたみの昔のパカパカねガラケーみたいな感じの折りたためるスマホで、サムスンらしいんですけれども、それのね性能がねこれ絶対 iPhone よりいいやろうっていうぐらいのねなんかクオリティだったの でうちの従業員さんがね韓流ドラマ好きでね見てる方がいらっしゃるんですけれども、最近のねドラマではもう全部スマホ出てくるときはもうこのパカパカの、スマホ、ばっかり出てくるということなので、もうねまた世界のね流れとしてはパカパカに戻るようなね、感じになりそうだなと。で見てたらね欲しくなりましたね。この一般的なもう iPhone のね形はもうちょっともうこれ古くなってきてるんじゃないかなと思う。やっぱ時代はパカパカにねまた戻る、みたいな、気がしてきました。はい、で iPhone ね、私が使ってるねスマホは iPhone のね13、Pro ね、の 1TB ねこの動画撮るようにもうね仕事用と割り切ってね、13 Pro の、1TB をね購入してたんですけども、今ね出てるのが14 Pro ですよね。でも14 Pro もね見たことありますけれども、なんかそれより全然サムスンの方が性能いいんじゃないかなとね本当に思いました。はい、びっくりしました。はい、というわけでねもう本当にね、パパゴねこれこう Google のねYouTube 様のね下請けをやっててね、よそのアプリをね紹介するのもあれですけれども、パパゴねやばすぎますね。これは本当にね、今日ねFacebook のねコメント欄でフォロワーさんねお友達の方はその私が紹介してたパパゴを娘さんがね韓国旅行とか行かれる方らしくて、ね韓国旅行でねめちゃめちゃ重宝しねする使えるということでねめっちゃ喜んでましたよっていうねコメントいただいてたんですけれども、
他のね、言語も試したらしいんですけれども、インドネシア語もね、行けたということで、私ね、東南アジア系にね、行ってみたいなとね、ずっと思ってたんで、あ、インドネシア行けるんだと思うとね、うわー、これはなんか、どこでも行けるんだなと思ってね、もう何年前かな、10年まで経たないですけどね、ニューヨークに行った時も、Google 翻訳等でね、頑張りましたけれども、あとはね、拙い AK-49 でね、頑張りましたけれども、まあね、その当時にね、パパゴーあったらもっと楽しめただろうなとね、思うことがね、本当に多々ありますので、いやー、まさかのね、翻訳こんにゃくがないから、去年かな、年末に、中学英語ぐらいですかね、中学英語の、まあなんか教科書じゃないですけどね、まあそういう本、を、Amazon 様でね、注文して、またね、錆びついた AK-49 をね、磨き直そうと思いましてね、こうやって一から勉強ね、やってたんですけれどもね、いやもう語学いらんやねえかと、語学の勉強なんかいらんやねえかと、その時間があるんやったら他のね、ことにね、費やした方がいいやねえかと思うぐらい、もう普通にスムーズにこうね、筆談ホステスみたいな人がいましたけれども、まあ、それと感覚はまああれですけどもね、まあ喋ってるわけじゃないので、あれですけれども、まあ、パパ語で翻訳したのと、まあちょっと英語ね、英語をちょっと交えたりとか、まあ、そういうのでもう全然いけたんでね、すごくね楽しいね、時間を過ごさせていただきましたということでね、本当に普通にインスタをね交換する、できるぐらいまでね仲良くなりましたから、本当に素晴らしいアプリだなと思いましたね。ちょっと、まあ今年もまだ始まってね、1月前、真ん中ぐらいですけれども、今年ね、一番知ってね、良かった、ためになったね、もの、ランキング1位に今、君臨しております。パパゴ、おすすめです。ぜひね、お店やってる方とかでもね、これをね、インストールしてるだけでだいぶね対応が違う変わってくると思いますので、まあ、ぜひね、使ってみてはいかがでしょうか。これはね本当、びっくりしますね。はいはい、というわけで、ね、孫樹さんね韓国から、ご来店くださいました。孫樹さんのねおかげでちょっとね営業スタイルね、インバウンド系の営業スタイルね、ちょっとだいぶね変化ね変わると思いますので、あとメニュー作るのにしてもね、結構翻訳の、クオリティが高いので、もうメニュー表もそれでいけるんじゃないかなと。うん、あとちょっと試してなかったんですけれども、もしかしたらそのパパゴでこう昔ねいたんですけれどもね、このメニュー表を社名取ってそれを全部翻訳してくれるみたいな機能がついてるね、アプリを使ってた。外国人のお客様がいらっしゃいましたけど、もしかしたらそれがパパゴだったのかもしれません、はい、だからもう全部いけるということになりかねませんので、パパゴすごいともうね、大絶賛でございましたという感じです。はい、というわけで、ちょっとね、まあ、週末ね、金曜土曜とね両方ね2連敗しちゃいましたので、もうねがっくり来てるんですけれども、まあがっくり来てるけれども、それ以上に、パパ号のね衝撃が、すごすぎたのとね、まあパパ号を使ってね韓国のね、別品さんね、美女、韓国美女と、お話がねできたので、楽しい週末だったなという感じでございました。はい、というわけで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。おります。